落下する猫のモデル。二つの独立した部位が回転することにより、全体としての各運動量をゼロに保っている。猫ひねり、問題とは、猫の立ち直り反射を物理学的に説明する問題である。持ち上げた猫の背中を下にして手を離すと、猫の体にかかる重心周りのトルクはゼロであるにもかかわらず、猫は体を回転させて足から着地することができる。 これは一見すると、核運動量保存の法則に反する現象である。そのため、お猫は人間が手を離した瞬間にその手を蹴っている、落下中に尻尾を振って、その反作用を利用しているといった説明もされてきた。問いとしては面白く、またトリビアルにも映るが、その回は問題から連想されるほどには単純ではない。 核運動量保存の法則との矛盾は猫が合体でないことから解消される。しかしその代わりに猫の落下中の変形を考えなくてはならない。猫のこのような振る舞いは変形体の力学の典型例である。猫ひねり問題はジョージ・ガブリエル・ストークス、ジェームズ・クラーク・マックスウェル、エティエン・ヌジュール・マレーといった著名な科学者の興味を引き続けてきた。マックスウェルは 妻のキャサリンに宛てた手紙の中で私がここへ来た時発見したんだがトリニティカレッジには猫を放り投げてまっすぐに立たせないようにする伝統があって私もよく猫を窓の外へ放ったよこの研究の本来の目的は猫がいかにして素早く身を翻すかの探求だから正規の手法では猫を机かベッドの上で約2インチのところから落下させる それでもなお猫はまっすぐに立つ。私はこの現象の説明を迫られているんだ。と書いている。マクスウェルの主要な関心は、猫が反射によってまっすぐ立てなくなるために必要な正確な高さを求めることであり、彼の努力は最終的に報われることになる。猫ひねり問題は、マクスウェル、ストークスやその他の学者にとっては単なる好奇の対象だったが、 エティエンヌ・ジュール・マレーは写真銃を用いて猫の落下をフィルムに捉えることでこの問題のより厳密な研究を行った。この銃は1秒間に12フレームの撮影が可能だったが、それによってマレーは猫が落下開始時点では自転しておらず、従って法シ種の手をテコに使うというズルはしていないと推論した。これはそれ自体、物体が落下中に、 核運動量を獲得できることを示唆するものとして問題の提起となった。マレーはまた空気抵抗が猫の姿勢制御に何ら寄与していないことも示した。フォーリングキャット1894年のネイチャーに掲載された写真、エティエンヌ・ジュール・マレー撮影。撮影には彼自身の発明である写真銃が使われた。ネイチャーの編集者は初回思考の最後に猫が見せる 遺言が損なわれたという表情から、この猫は科学の探求に関心が薄いことは明らかだ。と書いている。彼の研究は続いて、コントレンディスデール、アコダミで再演しずに掲載され、またその要約は、ネイチャーに乗って出版された。記事の要約は、以下の通りである。マレーは、自長による感性こそが、猫が姿勢を正すのに用いている手段だと考えている。 落下開始後、脊椎を支える筋肉の運動を生み出すねじり、グー力が前足に対し作用する一方で、体の軸にほとんど垂直に引き伸ばされた後足は、グー力が回そうとする向きにこうするような、完成モーメントを持つ。運動の第2段階では、前後の死の役割が逆転して、前死が持つ完成が回転する、体の後部の視点として働く。画像が掲載されていたにもかかわらず、 当時の物理学者の多くはなおも猫は法理種の手を使ったズルをしているのだという立場を変えなかった。あるいは彼らの目にはこの猫の運動が合体が核運動量を獲得しているように映ったかである。この問題は猫を相対位置を変化させることのできる円柱のペアとみなすモデルによって解決された。ケイン、シェアモデルワートに猫を構成する。 円柱ペアの物理的に許される相対運動を記述する配置空間上の接続を用いて記述された。この枠組みにおいて猫ひねり問題の力学は非ホロノミック系の典型例となり、その研究は制御理論の中心的課題となった。猫ひねり問題の解は配置空間において視点と終点が定められた時の下場に水平な曲線として与えられる。 この最適解を求めることは最適動作計画の決定の一例である。物理学的に言えば、モンゴメリーの接続は配置空間におけるヤンミルズ上の一種である。また変形体の力学をゲージ上として表現するより一般的なアプローチの特別な場合であり、これはシャペレとビルシェックの仕事に続くものである。ありがとうございます。